2.4.5トリクロロフェノキシサクは現在認可されていない紅用用除草剤化学合成農薬である。2.4ジクロロフェノキシサクと構造的に似通っており、2.4D 同様植物ホルモンであるオオキシン様の作用を示す。除草の仕組みも同様であるが、2.4D よりも稲荷植物への作用が大きい。また、みかん、リンゴなどの落下防止。 果実被害の効果もある。ベトナム戦争で使用された枯葉剤は、2、4、5T と2、4D の混合物であるが、合成過程で、ダイオキシン類の一種に、3、7、8、テトラクロロジベンゾピージオキシンを生成し、さらに一般の2、4、5T 剤より、TCDD をはるかに多く含んでいたため問題となった。2、4、5T は、かつて、 日本でも除草剤として使用され、ベトナム戦争で問題になった後、多くが埋設処理された。国有林野においても、全国で数十箇所が埋設されたが、埋設場所の一部は、今となっては特定できないため、問題がより深刻化している。林野町は、埋設方法について、1箇所あたりの埋設量は3 0 0ラム以内。セメント1、水0.6、土4に、 埋設する枯れ葉剤の10倍の量の土を練り込んでコンクリート詰めにするとの指示を出した。しかし実際にはずさんな埋設が行われていた。現に1984年には愛媛県津島町の八面山で缶に入った枯れ葉剤をビニール袋で包んだだけで放置されていたためダイオキシンが大量に流出し被害が出た。毒物及び液物取り締まり法により 劇物に指定されている。ありがとうございます。